こんにちは。フリント船長です。今日は、ロシアのプーチン大統領について、考えてみたいと思います。欧米各国は、2014年のクリミア侵攻や、最近の、ナワリヌイ氏の拘束などを理由に、ロシアに対して、制裁を行っています。一方、ロシアのラブロフ外相は、2021年7月に開催された、国連安全保障理事会の、閣僚級オンライン会合で、米国や EU は、自らの価値観を世界に押し付けるだけで、多極的な世界を作るプロセスを後退させようとしていると非難しました。中国と気が合いそうね。同会合で中国の王毅外相も、イデオロギーで世界を分断することは多国間主義の精神に反する、すべての国に固有の歴史と文化があり、互いを尊重しなければならないと言いました。やっぱり日本政府は欧米と価値観を同じくしており、普遍的価値として自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済の5つを挙げていますが、同時に価値観の押し付けや体制変更を求めず、各国の文化や歴史、発展段階の違いに配慮と付け加えています。ちょっと日和見っぽいわね。今回はロシアの側に軸足を置き、彼らの視点からプーチン大統領について考察していきます。私も決して自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済という5つの普遍的価値を否定するものではありませんが、一方的に決めつけるだけでなく、他の角度から物事を見てみることも意味があると考える次第です。欧米とロシアの対立が顕在化したのは2014年のクリミア侵攻ですが、まずは1991年のソ連崩壊から2014年のクリミア侵攻までをざっと振り返ってみたいと思います。国民の圧倒的な人気を誇っていたエリツィンは、1991年12月、ついにソビエト連邦を崩壊させ、ライバルのゴルバチョフを葬り去ります。この当時のエリツィンの人気は、すごいもので、1989年に初めて実施された自由選挙である、人民大議員選挙では、モスクワの大選挙区で、89% を超える驚異的な得票率で、当選しています。その後、1991年6月に、国民の直接選挙で、ロシア共和国の初代大統領に就きます。このエリツィンの人気を決定的なものにしたのは、1991年8月の保守派クーデター未遂事件です。エリツィンは、ロシア共和国最高会議ビルに立てこもり、エリツィン側に寝返って、ホワイトハウスの護衛についた戦車の上に立って演説します。このクーデター未遂事件で影響力を失ったゴルバチョフは、ソ連存続の努力も虚しく、エリツィンに押しまくられて、ソ連崩壊と同時に表舞台から退場します。このエリツィンの人気と今話題となっているナワリヌイ氏の人気を重ねてみる人たちがロシアの中に一定数いるのではないかと思います。どういうこと？エリツィンは圧倒的な人気を背景に、既存の権力構造を破壊しまくったのですが、その後の新生ロシアの国づくりにおいて無能さを露呈し、極端な混乱を招いてしまいました。ありそうな話ね。破壊と創造は別の能力だもの。このエリツィンの顛末を記憶している人たちは、ナワリヌイ氏とその取り巻きにロシアという国を任せることには不安を覚えるのではないかと思います。彼らの考え方はおそらくこうです。確かにプーチンとその取り巻きは私腹を肥やしているだろう。だが一方で、彼らはうまくロシアの舵取りをしている。ナワリヌイとその取り巻きの言うことを聞いて、彼らに政権を預けてもエリツィン時代の混沌に逆戻りするだけだ。論理的で筋が通っているわね。ソ連崩壊後、早々に魔脚を現したエリツィンの人気は地に落ち、1996年の大統領選挙での再選は絶望的でした。最有力候補は複数政党の一つとして生き残った共産党の委員長ジュカノフです。また共産党に戻りたいなんて、みんなよっぽど混乱が辛かったのね。この時にエリツィンに手を差し伸べたのがオリガルヒと呼ばれる新興財閥の面々です。エリツィンが生み出した混乱をうまく利用して財を成した彼らにとって、共産党への回帰は何としても避けたいところです。エリツィンと利害が一致したオリガルヒたちは、潤沢な選挙資金と巧みなキャンペーンでエリツィンを再選に導きます。よく勝てたわね。どうやったの？エリツィン陣営の戦略は
共産党が政権を取ることによって、以前の不自由な体制に戻っても良いのですか？というネガティブキャンペーンを張ることでした。綺麗な手ではないわね。ギリギリのところで、エリツィンは再選を果たし、支援したオリガルヒたちは、ファミリーを形成して、ロシア経済を牛耳っていきます。いわゆる、クローニー資本主義です。フィリピンのマルコスのところでも出てきたわね。このファミリーの筆頭格は、ボリス・ベレゾフスキーでした。エリツィンは再選後、体調が優れず、大統領の下で、内政を司る立場の首相が、次々と、エリツィンの次の大統領の座を、狙うようになります。そんな中で、ファミリーが、自分たちの利権を守るために、都合の良い人物として、白羽の矢を立てたのが、ロシア連邦保安庁長官だった、プーチンです。ファミリーの働きかけにより、エリツィンは1999年8月、プーチンを首相に指名し、合わせて、大統領の後継候補であると、公言します。ファミリーの思うつぼね。プーチンが首相に就任した翌月、1999年9月に、チェチェン共和国のイスラム武装勢力の爆弾テロにより、モスクワ市内の高層アパートが、立て続けに2件爆破され、数百人の犠牲者が出ます。プーチンは首相として、チェチェン共和国への軍事侵攻を即断し、わずか数ヶ月で、チェチェン共和国全土を制圧、ロシア市民の圧倒的な支持を得ます。絶妙なタイミングね。あまりにタイミングが良いので、爆弾テロは、ベレゾフスキーが仕組んだものではないか、という噂がありました。なんですって？2000年11月に英国に亡命した、元 KGB 職員、アレクサンドル・リトビネンコは、何者かに、放射性物質の、ポロニウム210を飲まされて、2006年11月に、英国で死亡するのですが、2002年に英国で出版された、本の中で、ロシア高層アパート連続爆破事件は、FSB が仕組んだ、偽装テロだった、と言っています。ベレゾフスキーが FSB に、指示した可能性があります。さて、エリツィンの取り巻きであるファミリーの引き立てによって、大統領後継候補になったプーチンは、チェチェン侵攻によって、ロシア市民の絶大な人気を得て、1999年12月31日に、エリツィンから大統領職の禅譲を受けた後、2000年3月の大統領選挙における、1回目の投票で、過半数を獲得し、大統領に当選します。これでファミリーも安泰ね。ところがプーチンは、そんなに単純な人物ではありません。大統領に就任した後、プーチンは、ファミリーメンバーのオリガルヒたちに、踏み絵を踏ませます。どんな？大統領である自分に、忠誠を誓うことを求めたのです。ファミリーに大統領にしてもらったのに、偉そうね。そこで忠誠を誓うことを拒否した、ベレゾフスキーとグシンスキーの2名は、海外に亡命します。さすがのプーチンも、恩義を感じていたのか、この両名の亡命は、見逃しています。ただし、英国に亡命後、プーチンに対する批判を続けたベレゾフスキーは、2013年に英国で、自殺により死亡しています。自殺？イギリス警察当局は、当初現場に、放射性物質対応の特殊工作班を送り込んだそうですが、放射能は検出されず、一応死因は自殺ということになっています。グシンスキーは亡命先のスペインで存命のようです。おとなしくしているのかしら。一方で、一旦は忠誠を誓ったのに、その後裏切ったホドルコフスキーは、2003年10月に逮捕され、シベリア送りとなります。その後、何らかの手打ちをしたようで、2013年12月に恩赦となり、現在は英国に暮らしています。この恩赦には、ドイツも関与しているようです。プーチンが大統領就任後に行った、ファミリーメンバーのオリガルヒに対する対応は、民主主義の観点からは、問題が多いのですが、混乱した状態のロシアを立て直すためには、やむを得ない部分もあったのかもしれません。プーチンは、2003年の記者会見の中で、オリガルヒとは、略奪した金を元手に、行政府との特別なパイプを使って、さらに国の富を略奪する人、と言っています。エリツィンが引き起こした混乱の中で、ゼロから財を成したオリガルヒたちは、叩けば、いくらでも誇りの出る状態だったのだろうと、考えられます。欧米主要国は、これらのことを分かった上で、1998年から2013年まで、G8 サミットにロシアを参加させています。サミットへの参加資格は、工業化された主要民主主義国ですから、微妙ですね。まさに、
性格合わせのむ、ね。時間が経てば、ロシアも普通の民主国家になるだろうと考えていたのでしょう。ところがプーチンは、欧米が許容できない最後の一線を越えてしまいます。それが、ロシアのウクライナに対する軍事介入とクリミア併合です。ただしこれを、ロシア及びプーチンの側から見ると、欧米がレッドラインを越えたので、ウクライナへの軍事介入とクリミア併合をせざるを得なかった、となります。欧米が何かしたの？それを話す前に、前提条件として、ウクライナについて説明します。旧ソ連の共和国の中でも、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの3国は、東スラブという共通項を持つ、特に結びつきの強い国々です。カザフスタンやウズベキスタンなんかはアジア系だものね。さらに、ソ連崩壊前は、連邦内で人の移動が自由だったこともあり、ロシア人は、ウクライナの人口の 17% を占めています。国語はウクライナ語なのですが、ウクライナ語を介さない人が一定割合いるため、日常会話は 100% の人が理解するロシア語が一般的だったりするようです。また、クリミア半島はもともとロシア領だったのを1954年にウクライナに編入したものです。どうしてロシアからウクライナに移したの？ソ連のトップに就いたフルシチョフが、過去にウクライナ共産党のトップを務めていた時の恩義に報いるために、クリミアをウクライナにプレゼントした、という話があります。当時は、ロシアもウクライナも、ソ連に所属する共和国ですから、例えて言えば、町田市を東京都から神奈川県に移管する、くらいの感覚だったのではないかと思います。町田市は神奈川県側に出っ張っているものね。クリミアのセバストポリ軍港は、ロシアの黒海艦隊の基地という、重要な軍事拠点ですから、ソ連崩壊が分かっていれば、ウクライナに移管するはずはないのですが、1954年に、そんなことを見通せるはずも、ありません。ソ連崩壊後は、ロシアは協定により、ウクライナから、セバストポリ軍港の租借を継続していました。このように、ロシアにとってウクライナは、単なる隣国以上の、非常に重要な国なので、その動向には、常に気を配っていました。ソ連崩壊後に、独立した共和国となったウクライナは、新ロシアの南東部と、新 EU の北西部に大別されます。ちなみに、首都キエフは北西部に、クリミアは南東部に位置します。2004年のオレンジ革命で、新 EU のビクトル・ユシチェンコが、大統領に就任しますが、その直後から、政権内部の抗争が相次いだため、革命を支持した民衆が離反し、2010年の大統領選挙では、オレンジ革命で大統領になり損なった、新ロシアのヴィクトル・ヤヌコービッチが勝利します。一方でウクライナは、1998年からたびたび、EU 加盟希望を表明していましたが、EU 側からは、具体的な成果を挙げて、ヨーロッパの価値と基準に対して、帰属する姿勢を見せること、を求められていました。なんか大変そうね。この具体的なアクションプランとして、EU はウクライナに、連合協定の締結を働きかけます。何それ？連合協定は、政治対話と外交、安保政策、司法、自由、安保、経済、部門協力、不可包括的な自由貿易協定の4つの柱で構成され、連合協定を結ぶことによって、ウクライナにおける政治、経済、貿易、人権改革を図り、その見返りに、ウクライナは EU 市場との関税の減免や、財政的、技術的に支援を受けられる、というものでした。ウクライナが EU と NATO に加盟することは、ロシアにとっては、深刻な安全保障上の問題となります。結果論ですが、EU がもう少し慎重に対応してくれていれば、今でも G8 は機能していたかもしれません。2007年から EU とウクライナは、連合協定の交渉を開始しますが、2013年11月にヤヌコービッチ大統領が、連合協定調印を先送りすると発表し、それが反政府運動のきっかけとなって、2014年2月22日のヤヌコービッチ大統領逃亡により、新 EU 政権に交代します。革命ね。反政府運動には途中から、過激極右団体も加わっており、暴力的で非合法なやり方には、海外でも批判の声があります。あら、そうなの。また、この動乱の陰には、米国の関与を疑わせる情報もあります。CIA のエージェントが、スパイエイナさながらに、暗躍したのかもしれません。このウクライナ動乱において、ロシアの取った対応は、
正当化できるものではありませんが、EU がもっと慎重に対応していたら、今の世界は、もっと違った様相を見せていたかもしれません。また、米国の暗躍が事実であるとすれば、それも、決して許されるものではないでしょう。そういえば、バイデン大統領の次男の件はどうなったのかしらね。さて、長くなってしまったので、プーチン大統領に関する考察は、ここで一旦終わります。説明を漏らしている項目が、多くあるような気がしますので、また整理して、皆さんにお伝えしたいと思います。それではまた。